さあちょっとね、上級職に町の人がなってるんで、ちょっと戦ってみたいと思います。なってんのこれ？なってないよパッと見。なってないよパッと見。なってないよパッと見。よし、じゃあ僕も魔導士の杖を持って今から魔法使いになろうと思います。よろしくお願いします。今度は魔法使いをやっていきますよ。さあ、お供のモンスターはアークデント祈祷師です。もう呪文ばっかな、極端なんだよ。そんなんじゃダメだよ本当はね。この相手賢者なんですよ。だからね、なんか向こうだけ強くなってんの、俺ら弱えのよ。いや、レベル50じゃねえか賢者。なんだこの格差の戦い、嘘だろ。え、向こうのチーム賢者レベル50って書いてあるぞ。どうなってんの、もうガチってんのお前、嘘だろ。勝てんのかな、え、これ勝てる、ネナミ、嘘、やば、待って、上級職のレベル50って、おい俺魔法使いレベル2だぞ。ちょっと何みんな勝手にガチ勢になってんのよ、勝手にお前らガチ勢になんなよ、どうなってんの。ちょ、お前ら勝手にガチるなよ。お前らが勝手に何ガチってんだよ。ならば俺もイオナズ爆裂、おりゃー。効く、やっぱ効くね。そして祈祷師も大気が爆発する、はい、せーの、はい、オッケー。わ、すごい呪文の応酬、これは呪文の応酬になりそうですね。いや、見てて楽しいわこういう呪文の応酬が。何この人たちは、地割れとか何、かたくなにぶた、かたくなに物理攻撃連打してくる、何なんだよおめえらは。てかこれワンチャン負けるぞ、勇気が向こう溜まっちゃう、ワンチャン。あ、溜まってるわ。あ、向こう溜まったわ。負けたわ。これ負けだぞ。これワンチャン負けだよ。向こう勇気溜まってんもん。あんなにふざけてたのに溜まってる向こう。負けた。負けたんだけど。ねえねえ、賢者レベル50だし勝てない、格差があったって。なってないよパッと見。ねえねえねえ、この人たちやっぱり上級職で来るんだけど、ねえ、辛くない、辛い、いや辛くないじゃねえ、辛いんだよ、辛いんだよ。バトルマスター、もうレベルおかしいんだよ、おめえら。もうバトルマスター使ってんのがおかしいんだよ。いやな、さあ。釣らないこれ。これ、辛いよ。普通に考えて辛くないっすかね。いくらなんでもさっきから。レベル50のバトルマスターがさ。何洗礼まだ、やってない職あるんだけど、僕。僕、やってない職あるんすよ。そんなのありですか？スペシャルカード発動。ああ、やっぱり、いや、これは辛いっすね。なんか、やってて思いますけど。強いっすね。いくぞ、ジュエル。何ガードするか、お前。三鏡の盾持ってるもんな。向こうのが、盾もちゃんとしてる。向こうがいつの間にかガチパンになってる。俺がついてってない。僕だけついて取り残された感がある。なんか、こうしてみると。なんで僕だけ取り残されてるの？痛すぎる。ねえ、今の何？めっちゃ食らったんだけどね。ねえ、ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。いや、ちょっとおかしくないですか君たち、ちょっと。え、ちょっと、やばない？
お前たちちょっと、え、ちょっと笑えない、ちょっと待って、ちょっと圧倒的差が、今圧倒的差が開いてんだけど、これ圧倒的差が、あの圧倒的差が開いてませんすか。ちょっと待ってくださいよ。あ、魔人の斧持ってんの、あれよく見たら、そういうことか。いや、これ圧倒的差が開きすぎてんな。いや、ガードすることすることんで、いや、きつ、呪われていて動けないぞ。おっと、相手の攻撃、いや、やばいな、きついきつい。強い、きつーいきつすぎ、きつすぎきつすぎやばい、きついきつい。スペシャルカード発動、守りの力で攻撃を弾く、呪文を封じた、呪文を封じた。うわあ、待ってくれ。ねえ、全然勝てない。はい、というわけで前半の佳境を超えたと思ったんですけど、めっちゃ強い素敵がちょっともうおかしいっすねこれ。 おかしいっすね、こんなはずじゃなかったんですけどねもっと段階このゲームやっぱ思うんですよ、初めからやんのキッズ